以後第一潜水艦。以後第一潜水艦。初代、以後第一潜水艦は、日本海軍の潜水艦。一型潜水艦、海軍大型74型、大型74型、以後型巡戦型、巡戦型、巡戦一型の一番艦である。1943年、昭和18年がダルカナル島への輸送任務中に、沈没。 本艦の除籍後、1 3型潜水艦の4番艦が本艦の艦名を収容し、川崎重工業で建造されたが未成に終わった。こちらの詳細は、以後第一潜水艦を参照のこと。当初は対象10年度軍備補充費による建造が計画されたものだが、ワシントン海軍軍縮条約による補助艦艇の整備により、対象12年度艦艇補充計画による建造に、 変更された。1921年4月25日に、第74潜水艦と命名され、東急一等、艦固名なしに定められる。1922年2月10日、海軍大型74型の一番艦に定められる。6月3日、艦固名が大型74型に改正。1923年3月12日、川崎造船所で寄港。 6月15日、艦固名が異号型巡船型に改正。1924年10月15日浸水。11月1日、東急異等、艦固名巡船型にそれぞれ改正されるとともに、艦名を異号第一潜水艦と改名。1926年3月10日春行し、本席を横須賀陳府に定められる。8月1日、伊一は、 姉妹艦の意味と共に、第二艦隊第七潜水隊を編成する。1927年7月1日、第七潜水隊は、横須賀防備隊令下となる。9月15日、第七潜水隊から除かれる。1928年9月10日、第二艦隊第七潜水隊に編入。12月1日、第七潜水隊は、第二艦隊。 第2潜水戦隊霊下となる。1930年12月1日、第7潜水隊は、第1艦隊第1潜水戦隊霊下となる。1932年10月1日、第7潜水隊は、横須賀防備隊霊下となる。1933年11月15日、第7潜水隊は、第1艦隊第1潜水戦隊霊下となる。 1934年9月25日、艦型名が、巡戦1型に改正。11月15日、第七潜水隊は、横須賀沈樹不礼化となる。1936年12月1日、第七潜水隊は、第一艦隊第一潜水船隊礼化となる。1937年8月21日、E1 は、姉妹艦の意に、意散、意音の他、意語。 色六戦艦長戸、道の区、春名、霧島、慶淳洋艦伊鈴と共に、多土津港を出港し、長江川口沿岸で23日まで、作戦行動を行う。1938年6月1日、艦片名が、一型に改正。1940年11月15日、第7潜水隊は、潜水母艦長芸、第8潜水隊、 E7 と共に、第6艦隊、第2潜水戦隊を編成。これは、先代の第2潜水戦隊が1939年11月15日付で、第3潜水戦隊に改名して、以来、2代目となる。太平洋戦争開戦時は、第6艦隊、第2潜水戦隊第7潜水隊に所属。1941年11月21日午後、E1 は、 横須賀を出港し、縦山に寄港した後、オアフ島沖合に進出。真珠湾攻撃では、カウアイ島東方沖合で、紹介任務に就く。12月11日0100、カウアイ島、カハラミサキ北北東24海地点付近で、米空母らしきも物を発見。18日からは、ハワイ近海で、紹介任務に就く。31日、ハワイ島広湾を砲撃し、 え水上規模艦に砲弾一発を命中させて撃破した。1942年1月7日、カウアイ海峡港沖合で商船を発見するも攻撃に失敗。その後22日にクエゼリンに到着。24日にクエゼリンを出港し、2月1日に横須賀に帰島した。2月13日、E1 は、 甲州西岸での通称破壊に着くべく横須賀を出港し、16日にパラオに到着して、特設運送船富士山丸から燃料補給を受けた後、翌日出航。22日、セレベスト南東岸のスターリング湾に到着。23日、スターリング湾を出港後しばらくして、無限ディーゼル機関のクランクシャフトが接損する事故が、 起きたため、以後ゲ限ディーゼル機関一軸での航行となる。3月3日、ティモール海に進出した E1 は、のシャーク湾北西250海に地点付近で、チラチャップからオーストラリアに向かっていたラン貨物船、シアンタル、ヤンター、8667トンを発見して、魚雷1本を発射するも、命中しなかった。そのため、E1 は0630にシアンタルのゲ限側近くに、 浮上して、砲撃を開始する。シアンタルは、全速で反転して搭載していた7.5センチメートル砲による、反撃を開始するも、第1弾発射後に空薬莢の排出に失敗して、故障する。間もなく、e、E1 の第2弾が、シアンタルの無線用アンテナを破壊する。E1 は30発を命中させた後に魚雷を発射し、これを命中させる。シアンタルは、 戦備から沈没した。3月9日、E1 はティモール海でボートに乗って西ティモールから方を運搬中のラン軍貸し1名、兵士4名を捕虜にした。11日1120、イー1はスターリング湾に帰討し、特設潜水母艦さんとスマルに横付けして整備を行う。15日、イー1はスターリング湾を出港し、27日に横須賀に到着して整備を受ける。 6月11日、E1 はアリューシャン攻略支援に参加するべく横須賀を出港し、アリューシャン南方沖に進出して紹介を行う。7月3日からは計算回線で紹介を行う。8月1日、横須賀に帰島。20日、第2潜水船体の解体に伴い、第7潜水隊は第6艦隊指揮下となる。9月8日、イイチは横須賀を出港し、 14日にトラック島に到着。17日にはトラックを出港し、22日にラバウルに到着。25日にはニューギニア島ラビに向かうべくラバウルを出港するも、反転命令を受けて27日に帰港。10月1日1830、E1 はダントルカス島諸島グッドイナフ島で来発を失って、孤立した佐世保大の特別陸戦隊への食料等を補給物資。 および、ダイハツ一石を搭載して、ラバウルを出し、3日1832、グッドイナフ島南西沖の揚陸地点に到着。輸送物資をダイハツに降ろし、グッドイナフ島に向かわせる。ダイハツは、その後佐世保第五特別陸戦隊の傷病者71名と、遺骨13柱を乗せて戻ってきため、彼らを収容した後に出港。6日1332、ラバウルに入港し、 便乗車を降ろした。11日、イーチは再度グッドイナフ島へ、食料等補給物資、ダイハツ一隻を乗せて、ラバウルを出港。13日1832、揚陸地点に到着。輸送物資をダイハツに降ろし、グッドイナフ島に向かわせる。しかし、ゴーグンのロッキード・ハドソンに発見され、機銃装車と爆撃を受けた。e チは、 大発を残して先行して現場から離れ、16日にラバウルに帰投した。22日、イーチはラバウルを出港し、サンクリストバル島港沖に進出する。28日、シカヤナ干渉に不時期した味方機登乗員の捜索に参加するも発見できなかった。29日、ウゲンディーゼル機関が故障。その後、イーチはトラックに戻った。 11月13日1700トラックを出港し、20日に横須賀に到着して整備を受ける。1943年1月3日、E1 は横須賀を出港する。途中、無限の変速機構で問題が発生しながらも、10日1800にトラックに到着。特設潜水母艦、ヒエ丸に横付けして、魚雷2本を残し、 他のすべての魚雷の陸揚げと整備を行う。16日1900にトラックを出港し、20日0730にラバウルに到着。ガダルカナル島への輸送任務を行うこととなった。24日、カミンボに向かうべくラバウルを出港する。29日1830、ガダルカナル島、カミンボ岬付近で半浮上して、揚陸準備中、ニュージーランド総海底、モア。 同キーウィの爆雷攻撃を受けて損傷したため、浮上して交戦する。1920、イーチは、左舷後部に、キーウィの体当たり攻撃を受ける。モアとキーウィの砲撃により、艦長が戦死したため、水雷町のコレーダ・サダをシ隊い、海兵64機の指揮での仮眠房沖合 1km 地点付近で2315、座礁した。やがて、イーチは、 浸水で右舷側に大きく傾斜して放棄され、その後沈没した。艦長の坂本英一詳細課乗員27名が戦死し、66名が生存した。その後機密書類の一部が回収され、海岸で焼却された。しかし、艦内の暗号書等の機密書類のほとんどは、処分が不徹底のままだった。生存者は、艦内の機密文書の捜索のために、乗員2名を残して、 ガダルカナル島に上陸し、後に帰還した。30日、モアは、機密文書を捜索中の生存者2名を発見し、1名を、機銃で射殺して1名を捕虜にした。生存者からの、機密文書の処分が徹底されていないとの報告を受け、日本軍は、1の処分を行った。2月2日夜、上院5名と、陸軍第一船舶団11名が大発で、現場海域に向かい、 爆雷2発を使用して艦隊を爆破するも失敗。10日、第26航空戦隊第582海軍航空隊の99式艦爆9機が直縁の冷戦20機と共に撃を行うも、一発を命中させたのみにとどまった。11日、米魚雷艇の PT-65 が1の艦隊の調査を行った。13日、 ニュージーランド特設不設テーマ隊と米潜水艦救難艦によるさらなる調査が行われた。この結果、艦内水没部を米軍の潜水譜にくまなく捜索されて20万ページに及ぶ日本海軍の暗号書や機密書類が引き上げられ、日本軍の暗号解読に大いに役立った。同日、姉妹艦の意義が来撃処分するために現場海域に到着。 15日まで E1 を捜索するも発見できず、さらに米魚雷艇からの爆雷攻撃を受けたため意には、帰投し。同年4月1日、本艦は1型潜水艦と第7潜水隊から削除され、帝国潜水艦席から除かれた。本艦の艦艇類別等級別表からの削除時に、1型の艦型名は、e、E2 型に改められた。 時が流れた1972年、ゴートレジャーハンターの手によって、一の艦隊が発見され、艦首部分が付与された。艦首部分はかなり損傷していて、一部は避けていた。魚雷2本が中に収納されていた。艦首部分は、その後解体されたが、それ以外の部分は2つに分断された状態で、残された。艦首側は、水深13メートルの地点に、艦尾側は、 水深27メートルの地点にそれぞれ沈んでいる。撃沈総数は一隻で、撃沈トン数は8667トンである。撃破総数は一隻で、撃破トン数は1190トンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。